ご帰還様お伺いしながら、今日はたまたま余命をですね選ばさせていただきまして、とっても今分かりやすいご説明をいただきました。地域の現状がこうなっているということでございました。そうした地域の現状あるいはご要望もありました。それに対して私たち支援者ある程度のですねこんなことができる、こういうことをしたらいいんじゃないかという知恵も出さないと、今日のですね皆様方にご対応中をお集めいただきました意味もあまりないというふうに考えますので、ぜひ皆様方のですね積極的なご発言をよろしくお願いします。でこの第2部始めるあたりまして、少し地域ということを考えると県南のあたりの話が少し不足していたのかなと思いますので、大変恐縮ですが県社会士協議会の北川さん、はいすみません、県南の状況について少しご説明いただければと思います。はい、宮城県社会福祉協議会の北川と申します。先ほどのお話があった通り、県の災害ボランティアセンター、市町村のですね災害ボランティアセンターを後方支援する立場としてですね、少し県南の情報をというふうなお話でしたので、もう当然のごとくですけども同じようにですね沿岸部石巻より、南の部分もですね大きな被害を受けているのはもう皆様方もご承知の通りでございます。特にですね例えば最も宮城県でいうと南にあります山本町なんていうのはですね役場機能は、内陸部に役場があったおかげでですね機能としては、建物も残ってるんですけども、沿岸部の集落といいますか居住地域はですね本当に壊滅的な被害です。人口の規模に、比するとですね相当な数の方々が、お亡くなりにもなってますし、また一方でですねギリギリまで本当に立ち入り禁止区域がですねなかなか解かれないというふうな状況の中で、ただ住民の方々はですね長いもちろん避難所生活を送ってらっしゃると、いうことで、例えば山本町を例にとればですね、本当に個々のですね方の地域のその立ち入り禁止が解かれていったりですね、または一時帰宅が許されるような状況の中で一人一人ですね本当にボランティア支援の在り方も違うというふうなのが、例えば山本レインとればのお話でございます。その上にも渡りがありますし、名取があり、岩沼があり、名取があり、そして仙台というふうに、地域的には移っていくわけなんですけども、確かに、女川やですね南三陸石巻のような、市街地が、全くなくなってしまったりですね、または市街地がですね本当に大きな浸水というふうな状況とは確かに違うとは思います。しかしながら、これはいつもの災害同様ですけども、被災者一人一人のですね本当に、被害というのは数の問題ではないということはですね私たちも実感しているところでございます。こういった状況に対しまして、今県南のですね近隣の例えば社会福祉協議会の私たちの仲間の方もですね長期的な視点でどのようにですね近隣というふうな力を使ってですね支援をしていったらいいのかというふうな形で、県外からの協力を今までたくさんいただいてまいりましたけども、今後はですねより近くの方々が継続的に関わっていけるようなですねそんな今話し合いの場も設けておりますし、もちろんこれから先もですね、県外の、全国のブロックの、社協職員の派遣、などもですねいただきながら、継続して今も進んでいるんだということをですね、ぜひ県南や、中央部もですね忘れないでいただきたいということで一言付け加えさせていただきます。はい、ありがとうございました。地元の近隣のですね、応援団を要するに宮城県の内陸部の人たちが、少し沿岸部の方を応援しようと、こういう連携ももう始まっていて、長期的にご支援をする計画をもうやってらっしゃると。ただそれで十分かといったら十分じゃないということなので、引き続き県外からも支援をお願いしたい、こんな話だったと思います。それではですね、ここから議論に移っていきたいと思いますが、まずですね、明星さんのご発表とですね立岡さんのご発表の中で、出てまいりましたその4者会議だとか、あるいはそのパーソナルサポートセンターみたいなですねところに、仙台宮城 NPO センターという名前がですね随所出てまいりましたので、この仙宮の紅村さん、今日来てらっしゃいますか？抜けられたかな、抜けられちゃったですね。ちょっとね、会議がありますよというふうに言われてましたので、時間的に間に合わなかった申し訳なかったんですけども、その他仙台宮城の方いらっしゃいませんか？いらっしゃってませんね。はい、はい、外にいらっしゃった。そうですね、はい。じゃあその後ご発言、いただきたいというふうに思ってらっしゃる一つの団体でございますので、よろしくお願いします。それではですね、今4社の方からご発表がありましたが、さまざまな課題が出てまいりました。でそのさまざまな課題に対して、こんな考えがありますよとか、こんなご支援が、すぐできますよといったことも含めて、支援者側からですね、ご発表いただける方、どなたかございませんでしょうか。どなたとも結構です。ご質問でも結構です。仙台土産の方いらっしゃいました？はい。いきなり振ってすみません。しかも遅れてまいりまして、はい、今振られてるだけで何が分かっておりませんが、はい。やっぱり県外からの支援ということに関しましてはね、やっぱり地元の NPO と連携するっていうことももちろん重要なポイントになってくると思いますし。そして地元の NPO を、代表格として、今、JPF さんも、ワンハンバリーさんもセミアと連携されているという話が出ましたけれども、実際どんな活動をしていらっしゃるかということとですね、今後の、ビジョンというか展望というか、そういうことがあれば教えていただきたいと思って、お願いしました。はい、ありがとうございます。仙台土産 NPO センターで非常勤の理事をしております渡辺と申します。本来であれば代表理事の紅村が語るべきところかと思いますが、紅村先ほど書いてしまいまして、今そういうお題をいただきましたけれども、私ごときが答えていいかどうか分かりませんけれども、一応理事会とかである程度話をしていることをお伝えをしますと、仙台土産 NPO センターは、多分ご紹介でいくつかお名前出して事例としてお話しいただくかもしれませんが、宮城連携復興センターというものの事務局をしながら、団体間コーディネート、そしてあと立岡さんたちとかがおやりになって、その即応的な物資の部分とかっていうところを JPF さんとかとも連携をしながら、この2ヶ月間弱ほど走ってまいりました。でこれからちょっとまだもちろん物資が足りないとかそういうところもあるんですが、団体間のコーディネート的な部分を今後強化をしていくために、各地での連携会議というものの、主催ないしは下支えということとかをしてまいりたいと思っています。でそのお話をいただいたみたいに、外からお入りになっている方大変ありがたいところではございますが、いつまでも皆様がここにお残りになるということもなかなか考えにくいと、また次の新しいことが起きたときにやはりどこか出ていってしまうであろうということももちろん当たり前でございますので、地元の人間ができるように今の段階でつないでいかなければいけないと思っています。そういったところで中間支援の私どもに求められてくるものっていうのは大変大きいんだろうなとは思っておるところですが、何しろ私どもも被災事業者でございまして、人も金も足りないという状況の中で今は連携をしながらなんとかやっているところですけれども、ちょっと大きいビジョンでいうと、今仙台宮城 NPO センターという名前でありますが、 NPO という名前を取って仙台宮城地域センターというふうになるような方向感では考えてはいます。ただ言っちゃった理事会決定事項でも何でもなくてですねそんな風になれるといいなというふうに思いながら、NPO っていう言葉が社会がから思われている、なんか特定の人たちが好き勝手にやってる団体ってとこじゃなくて、地域のコミュニティ全体を市民が支えていくんだというところの、今度はその支援をするところのセンターに我々なれればいいなというふうには思っております。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱり地元の主体のですね、取り組みをこれからもやっていかなきゃいけないというお考えでしょうけど、人も金も足りないと、そして NPO ということよりはやっぱ地域に根ざした活動を継続的にどうするかということが今後の課題だということで、ありがとうございました。どうでしょうか皆様方、ご登壇いただいた4社に対してのご質問でも結構ですし、例えば安倍さんからはですね、一方で、そのボランティアのですね、方々のマッチング率が上がったんだけども、再ニーズとか掘り起こしとか、こういうことをちゃんとやっていかなきゃいけないっていう課題があるというふうに言われました。その後やっぱり仮設住宅が、抽選で入ってらっしゃいますかね、コミュニティがやっぱり崩壊しているというようなことの危険性もこれから考えられるので、そうした支援をしていきたいということなんですが、じゃあどんな支援があるのかということを外部支援者から教えていただきたい、こういう安倍さんからのご要望がありました。一方で、井本さんからはですね、やっぱり同じように、ちょっとやっぱり、被災したですね、規模が南三陸市の場合はもう数が多すぎるということもあって、町民全体がですね、生活困窮者だというような捉え方でまちづくりを進めていかなきゃいけないと、そこには、被災者の一人一人の思いを丁寧に聞きながら、お金も必要だと、そして外部からのサポートもぜひ必要なんだというお話がございました。そして明星さんからはですね、その4社会議ということを今までやってきた4社というのは繰り返しますが、政府の現地の対策本部と宮城県の方と、それからボランティア側ですね、そして NPO 側、そして県のボランティアセンター、この4社でもう16回も会を重ねてさまざまな提案をしてきたんだけども、やっぱり対処療法的な、会議で炊き出しどうする、あるいは避難者の支援どうする、あるいはゴールディングタウンどうする、そういうことで走ってきたんだけども、ちょっとやっぱりここで立ち止まって、もう少しですね、より、テーマ別だとか地域別の、調整会議をやっぱりこう密に行って、被災者のニーズをちゃんと聞いていかなきゃいけないんじゃないかなということをですね、ご発表あった。そこに対して私たち外部支援者はどう関われるのかということも課題としてございます。立岡さんからはさまざまなですね、スピード感を持って走り続けたということなんですけども、見えないけども、もうやるしかないんだというですね、明言を残されました。しかし、やっぱり今までの支援と違って、田尻がまとめたように、ケアだけではなくて、やっぱ雇用を生んでいくような、こういうアイデアをどんどん出し替えできないんだという話もございました。どうでしょうか、皆様。こういうご提案、そして、県南のことも忘れないでねっていう北川さんからも話もございましたが、皆様方のですね、ご意見、ご要望、ご質問でも結構ですが、どなたかご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。手を挙げられましたらですね、マイクが走っていきますので、マイクを持ってご発言いただきたいと思いますけども、なんか少し雰囲気が暗いんですけども、これは私のせいなんですが、ごめんなさい。どうでしょうか。やっぱりね、みんな分かんないんですよね、悩んでるんですよね、何をしたらいいのか、そして今後どうすべきなのか、そういう思いを、上がりました、はい、それじゃあ、よろしくお願いします。ご発言の時には、団体名とお名前をですね、言っていただきたいと思います。私もネットワークで登録しております、田畑と申します。石巻でボランティア活動してます。小鹿半島という半島がありまして、ボランティアが入るのが遅れた地域なんですけれども、入らなかった分だけ、地元の人たちが動いているという例があります。何をしているかというと、避難所に届いた古着、もう誰も着なくなって、これから日の目を見ないであろう古着を、パッチワークしたり、小物入れ、バッグを作っていたりしています。で今のところまだ趣味の段階なんですけれども、これを、被災地から、首都圏あるいは関西方面へ商品として送り出す仕組みっていうのはこれから考えていいと思っているんですね。個人のボランティアではどうにもできない、ところでございますけれども、皆さんのアイデア等をお借りできて、そういう仕組みができれば家内製手工業というところで経済の流れが動き出すんじゃないかなというふうに思っていますので、ぜひ、皆さんのご意見をいただきたいところです。なるほど、被災された方自身が今は趣味の範囲でやってらっしゃると、それをぜひ商品化していきたいというですね、ご提案がありました。ありがとうございます。その他どうでしょうか。上がりました。どうぞ。仙台キリスト教連合の阿部と申します。ですね、少しまとまらない話になってしまうかもしれないんですけれども、ここで県内で活動されているいろいろなボランティアの団体の方が来られているということで、一つお願いしたいことがありまして、パンフレットの中にも栃木からボランティア2万人とかっていう本当に嬉しいチラシとかを入れていただいてまして、たくさんの人が仙台ですとか宮城ですとか被災地に来てくださっているというふうなことで、例えばですけども、いろいろな今キャッチコピーが街の中にあるんですけれども、その中にボランティアに来てくださった方に対しての謝意を表すようなキャッチコピーがほとんど見られないと思います。で、おそらくこれはほとんどの団体でそれぞれの形で十分されていることだとは思うんですけれども、もっとはっきり目に分かる形で、そういった特に県外からボランティアに来てくださった方に謝意を表すようなものが必要ではないかと思います。例えば仙台駅のところに頑張ろう東北と一緒に全国から来てくださってありがとうですとか、あるいは学生ボランティアはお金がありませんので高速バスで来られている方が非常に多いと思います。高速バス乗り場のところにそういったものを用意するですとか、そういった形で謝意を表すようなことを考えるのはどうでしょうか。もしそういうふうな形でなんて言うんだろう、こちらとしても僕も地元の人間ですので来てくださるのが本当にありがたいですし、そういった形でこちらの気持ちというものがある程度伝わっていけば、あるいはそちらの県外から来てくださった方がそちらの地元に帰ってきた時にもう一度ボランティアに来ようとか、あるいは友達を誘ってもう一回来てみてもいいかもしれないというふうな気持ちになってくれればもっと輪が広がっていくのではないかというふうに期待するのですけれども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今のに関連して何かご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうかね。そういうですね、謝意を表すようなキャッチコピーをぜひ立った方がいいんじゃないかと。猪俣さん、先ほど世の中の話題から消えていっちゃ困るんだというご発言がございましたけども、そのあたりどうですかね。世の中から消えてもらって困るということがありますので、今はマスコミさん、結構 NHK さん、民放さんいらっしゃってるので、とにかくまだまだこちらの東日本は復興も復旧もまだまだですよという発信をしていただきたいということは常にお願いはしてるんですが、なかなか県内ですとすぐ取り上げていただけるんですけども、全国放送となりますとなかなか難しいようでして、それらも一緒になってお願いしたい部分と、あとうちの方のブログ等々で少しずつ発信していると徐々にボランティアさんは増えてきてるんですが、いかんせんニーズをこなすだけのボランティアさんがまだ来てないという現状もあるので、もう少しですねいろんな形で発信をしていただければとまだまだ思っております。なるほど、ありがとうございます。やっぱり私も名古屋に普段いるんですけども、東京もしょっちゅう出入りしますが、やっぱり東北のテレビと違うところで見るテレビがどんどん変わってきているというか、やっぱりその東日本大震災の話題がどんどん薄くなっているというのは実感として考えます。ただそんな状況じゃないよということを、例えば JCN も500団体ありますから、やっぱり今日の報告をする中で、そういうことではだめだということをですね、しっかりと訴えていかなきゃいけないということが私たちの課題として受け止めさせていただきましたが、ただいっぱい来るだけじゃだめで、やっぱり今のですね、知恵を貸してくださいとか、外部からのサポートをお願いしたい、こういう話題に対して漠然とした要望に対して何が私じゃあできるんだろうということを少し真面目に考えていかなきゃいけない部分もあるんじゃないかなと思います。勝手に振って申し訳ませんが、そうした世論形成に必要なマスコミで NHK の渥美さんいらっしゃってますか。はい、少しコメントいただけますか。渥美さん、実は偉くってですね、論説委員なんですね。はい、今日わざわざ東京から来ていただいてますけど、マイクは。ごめんなさい、すみません。渥美さん、短めにお願いします。今ご紹介いただきました NHK の解説委員の渥美聡と言いますけれども、いきなり振られたんですけれども、普段時論公論という番組とか、時論公論って夜11時50分から平日やってる解説番組、10分間一人で喋り倒すというような、解説をやってたり、朝おはよう日本の中ではここに注目っていうんですね、コーナーとか暮らしの中のニュース解説とか、今いろんな解説番組がありましてやっております。短くということです。まさにこうやって私もこの JCN の取材、それからそこに加盟されているような各団体の取材、それから安倍さん、猪俣さん含め現地の災害ボランティアセンターの取材などもさせていただいたりして、ボランティアという側面でもこの災害のことを伝えてきています。で、まさに今ニーズも多様化してますし、しかも今だったものも継続しているし、これだけ多くの NPO、NGO の皆さん入っていても、あるいは個人の方が入っていても、本当にまだまだ先ほど来のご報告にあったように、ボランティアの方も足りない、自団体の数も足りない、支援が入ってないところも多いということを実感していますので、私たちもさっきお話ありましたけど、NHK としても、今日も仙台のニュースの記者カメラマンも来てもらってますけれども、NHK もどんどん深く、幅広く福島のことだけじゃなくて伝えていきたいと思いますし、皆様からもどんどん私たちも情報をいただいて、解説番組だけじゃなくてニュース、それから NHK スペシャルクローズアップ現代含めて一緒になって番組作ってますので、ちょっと NHK の宣伝になってどうするんだっていうのもありますけども、我々も決して忘れずに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。ボランティアさんがたくさん来てほしいということに関してはそうなんですけども、そういう内容だとか質だとか、そういうものが、泥かきといったら単純作業からだんだんこう暮らしの支援というところに移っていくようなですね、少し注意してもらわないといけないということも一方でこういう時期になって出てきたわけですけども、そういう実情を一番よくご存知の、ゆるるの大久保さん、NPO を丁寧に回られていろんなニーズを把握してらっしゃるということなんですけども、このあたりでどうでしょうか。内閣を私たちに参考になるようなご意見いただけませんでしょうか。参加一覧に書いてないんですけれども、一番下に追加していただきたいと思います。地元の、NPO 支援組織森の伝言版ゆるる、大久保と申します。今日皆さんのお手元に当団体が発行する情報誌を入れさせていただきました。県域の NPO を支援しております。宮城県災害ボランティアセンターの共同団体としても、参画しておりまして、4月の上旬まではうちのスタッフを1週間4日間ですか、派遣しておりました。現在ですね、直接的な被災者支援というよりは、被災した NPO の、支援をするということに着手していまして、4月の中旬に、高齢者介護事業者、それから障害者支援事業者の NPO の実態を調査させていただきました。沿岸部で、被害を受けていて、そっくりですね、亡くなってしまった、流されてしまった、あるいは全壊の、施設を持っている NPO 法人が、今把握している段階で8団体あります。特にそのうちの2団体は、立ててすぐに波に持ってかれてしまって、事業を始める前に借金だけが残ってしまったというようなNPO もあります。で、私たちはそこに行って感じるのは、亡くなって大変だということもありますけれども、その地域の人たちの、高齢者ケアを担っていた NPO が、こういった状況の中でも、求められているんですね。ですので、施設がなくなったそれでいいのかではなく、やはりまた施設を再建して、地域の希望にきっちり応えていく必要があるというふうに思うんですが、何しろ借金が残ってさらに借金ということはできない、そういったNPO の資金的弱体が明らかになっている現状があります。で、今その福祉系の、2つの事業者にだけ、絞って現地訪問もしているわけですけれども、その他にも環境系とかですね、まちづくり系、施設を持たない中でも、被災してこじんまりとと活動をし始めている、そういったところにですね、お話を聞くと、実はたくさん今出始めている被災者救援のための助成事業という、その助成のチャンスというのがですね、なかなか伝わっていないというのがありまして、これも伝えていく必要があるのと、実際に助成金を獲得するにあたって申請書を書くだけのその精神的余力がないというところも非常にありますので、その辺のサポートをしていく必要があるというのが私の現在の感じているところです。それから全国から皆さんがその宮城県に入って被災者支援をしていただいていることに本当に感謝しております。でこれからそういった物資の配送とかですね、そういったものをまだ続くところもありますけれども、皆さんおっしゃっているように心のケアとかですね、それから子どもたち子育ち環境の改善とか、そういうことに入っていくと思うんですけれども、もう事実全国で活動している団体が宮城県に入って拠点を作って活動し始めていると思います。現在してますね。でそういった活動をしている団体に対して、ぜひお願いしたいなと思っていることは、こういったことは1ヶ月2ヶ月で改善されるものではない。ですから長期にわたってしっかり地元の対応する相手の方たちと向き合って信頼関係を作りながら、活動していくことになると思うんですが、それだけ長い期間この地にとどまって活動できるというのは非常に難しいだと思うんですね。でそうすると、その同様な活動をしている団体、地元の団体とぜひ連携して事業を展開していただきたいというのが一つあります。でもしそういう団体がないというような時には、地元にですね、そういったところに関心がある人たちを、集めて、団体に育てていくような、そういった支援もしていただけたらと思います。組織を立ち上げていくときには、我々 NPO 支援組織としてですね、極力関わっていきたいとは思いますけれども、あちこちから宮城県に入っていらっしゃるいろいろな分野の団体の方々と、地元の団体との連携をしていくことによって、その地の長期的なケアができていくと思いますので、ぜひこの点はお願いしたいというふうに思っています。はい、貴重なご意見ありがとうございました。やっぱ丁寧にやっている団体っていうのは、やっぱそういうですね、視点が非常に大事なんだなということをですね、思い知らされて、これ例えば現在入っている団体がですね、地元の団体紹介してほしいみたいなことはゆるるで、お問い合わせいただければしていただけるということでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、その他どうでしょうか、皆さんご意見、はい、上がりました。はい、すいません、この場を借りてちょっとお尋ねしたい質問です。私どもはすみません、お名前と団体名、はい、すみません、介護ネット宮城、私寺岡と申します。介護福祉の関係のですね、仕事をさせていただく事務局です。で先ほど南三陸町の猪松さんの方から住民が仮設住宅に自治体が変わるわけですね。いうことで、ちょっと気になったというか、当然、介護認定を受けた方の認定ですとか、具体的に、いろいろなんでしょうか、日々、お世話をさせていただいているケアマネさんですとか、ヘルパーさんが、一体その三陸町の方がどういう立場で例えば先ほども言っておられた栗原市の方に移設されて、一時的にでも移住されるわけですよね。そうするとどんな対応があるのかなっていうか、どういうふうな対応をするのかなっていうのは、ちょっと質問の趣旨でですね、ちょっとお答えいただければなということと、認定のところは厚労省の方からは、延長するということなんですが、例えば移住の期間が2年なり3年ということになると、そこら辺の今の絡みの関係でどんな対応になるのかなっていうのは、宮城県の方からもそんなことでご相談されているのであれば、そこら辺ちょっとお答えいただければなと思います。以上です。はい、入間さんよろしいですか。はい、移住先の方で全部ケアマネージャーを引き受けていただいて、そちらの施設等を使ってケアしていくと。で、地元に残った方については社協とまた違う、ケアマネの部分があるので、地元は地元でやっていきますと。移住した方については移住先でお願いするというふうになっているようでございます。よろしいでしょうか。はい、その件については町としていろんな連携を取って話し合いが済んでいるはずですので、その辺は具体は細かくは分かってないんですけども、そういった話し合いは済んでいるということです。せっかくお越しいただいてますから、宮城県の方で補足ございますでしょうか。できれば今日はボランティアとか NPO という立場の人たちが多いですから、そうした介護認定とかケアマネとか専門のところにどういう形でボランティアさんたちがですね、お手伝いできるかみたいなことも含めて議論ができればいいと思ってますが。すみません、突然振りまして。宮城県長寿社会政策課で保健師をしております斉藤と申します。私、長寿社会政策課から本日一人ということでございまして、私も南三陸町への支援ということで保健師活動をさせていただいた経験から、今のご質問等にちょっと補足をさせていただきたいと思います。二次避難先に行かれる前に、保健師活動としては在宅での訪問調査を行いまして、要援護者の方を把握させていただくという活動をまず一時的に行っております。その中で介護保険を受けていた方ですとか、在宅サービスを使っていた方については、二次避難先に行かれる前に連絡票ということで、このような状態でこのような薬を飲んでいらっしゃってということを、町からその移住先の市町村への連絡を済ませた上で移住を進めていただくという連絡を町として行っていただいていたということでございます。そのバックデータとしては、他県の保健師ですとか、県から派遣に行った保健師が一軒一軒回って歩きまして、困りごとですとか介護ニーズ、その他家族の状況などを調査した上で、連絡票にその情報を記入していくということでございます。はい、以上補足をさせていただきました。ありがとうございました。県としても非常に丁寧にそういう対応をされているということでございましたですね。よろしいですかね、この件は。はい、その他手が挙がりました。どうぞ。はい。本日、いろんな活動をしていますけれども、本日はネトボラ宮城という立場で参加しております西村と申します。お手元の中の資料に緑色の資料と、あと横書きの ISPP というチラシが入っていると思うんですが、私どもの方はですね、いわゆるインターネット環境、電気、水道、ガス、電話はライフラインということで復旧情報とか出るんですが、インターネットはライフラインとして認められてないというところでですね、なかなかそういったところを、補完していくということで、各避難所とか、仮設住宅とか、そういったところにこういったインターネット環境を、設けようということで活動しております。ただ、非常にちっちゃな団体ですので、資金面の問題とか人数的なところはあるんですけれども、本日、最初の方からお話を聞かせていただきましたが、先ほどの被災地の状況を発信、マスコミを通して発信してほしいとか、いろんな情報を知っていただいているところ、この、インターネットというところがですね、まだ各被災者のところに渡っていないというところ、これが渡ればそちらの方から、こういうような支援が必要だとかですね、そういったものを発信できるようになる。テレビを介さなくても、今現在これインターネットで放送されているようですし、ユーストリームとか、そういった最新技術がですね、阪神大震災の時はなかった。阪神大震災も大規模な災害ですけども、その時はなかったこういったICT とインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーがあるんだよというところがなかなか被災地の方には届いていないと。こちらの方が単純にですね、引けば、蛇口をひねれば水が出るというものではないんですけども、こういったものを配備させて、することによって、皆さんの活動の加速度を的に飛躍すると思いますし、今後ですね、皆さんといいますか、県外からいらっしゃっている方が、地元に戻られた後も、非常につながりができるということで、こういった活動をしているということを、本日、皆さんの前で発表させていただきました。つきましては、先ほども申し上げましたが、資金面とかですね、そういった部分のところはございますけれども、ぜひとも皆さんの活動がずっと続くように、こういったインターネット環境というところを、広めて、なおかつ、仮設避難所にいらっしゃる、正直高齢の方が多いので、なかなかそこは使えないという部分もですね、できれば、地元の人間とかで、フォローしていければと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。関連して何かございますでしょうか。はい、どうぞ。私、東北大学地域復興プロジェクト春というところで活動をいたしております、竹尾と申します、この東北大学のプロジェクトは1サークルとかではなく東北大学の公認を受けまして公式に、東北大学の方から、支援を受けながら活動してまいっています。で、今、お金の話が出たのですがNPO の支援とかそういう話なんですがNPO の中でもこの震災に乗じてもちろん皆さん素晴らしい活動をされているんですけど中にはその悪い団体とかがあったりその震災ビジネスとかそういうのがありましてで結局そういうお金を、いい団体に支援してくれるのもいいんですけどそれを果たしてその最終的に被災者のためにお金が使われないとダメなんですね。そのただ被災者にその直接お金が行くよりもさらに有益な活動ができるようにならないとダメなんですけど果たしてそれができるかどうかという面で僕たちも葛藤がありまして、そこら辺に関して皆さんのお考えを聞かせていただきたいというのがあります、それからやはり、僕らもその漁村の方とかでのお話を伺ったのですがやっぱり船が流されてしまってもまた漁業をするには厳しい状況だということでこのままではやはり日本の食というものも危なくなってまいります、このようなことに関してはやっぱ政府の力とかそのようなものが非常に必要だと感じていまして、今回のこのボランティアということがちょっと外れるんですがせっかく辻元さん来ていらっしゃいますのでやはり今増税ってお話が出てますが例えばODA 減らしたりとか、宗教法人に課税したりとか、創価学会とかあるから無理かなとは思いますけどそういうことを議員さんの給料を減らしていただくとかそういうことをぜひやっていただきたいと考えております、それから、最初の方にコミュニティの崩壊ということがありました、これに関して私たちは、名取市の方でマップを作るという活動をしてまして、学校の自転車部の方々に、回っていただきましてその避難者の方が移住される仮設住宅の周辺の、近所の情報お店とかここの、生活必需品とかそういうのがどこにあるかとかを聞いて、それを被災者の皆様に配ってるという活動をしております。それを一つ提案させていただきます。以上です。はい、ありがとうございました。3つ出ましたが、申し上げておきますが、今日は陳情大会ではありませんから、真ん中辺に言われた、要望ではなくて、それに対して、何も国として考えていらっしゃらないということはないと思いますから、後から、今日お配りいただきました、内閣府の男女共同参画局の方と、内閣官房の方に一言ずつ最後、振りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、最初のご質問ですが、何かいいアドバイスいただける方ございますでしょうか。あとこの後の交流会でもですね出られますか。はい。いろいろとですねお声掛けいただいてアドバイスいただければと思いますし、それから私の方から一言言わさせていただくと、名取でやってること素晴らしい取り組みだと思うんで、こういう学生たちが自分たちの発想で、マップを作ってそれを直接仮設住宅の方々にお届けされるとすごく喜ばれると思いますので、ぜひ名取市のボランティアセンターなんかとも協力し合ってですね、今後ともそうした地元の大学生として頑張って活動していただければいいと思いますけども、よろしいでしょうか。はい。じゃあその他ございますでしょうか。はい、じゃあお隣さんお願いします。すみません、最前列に座ってますので座ったままで失礼します。南三陸町災害ボランティアセンターでスタッフをやっております、影山と申します。まずNHK の解説委員の方来てらっしゃいましたので、一つだけ御礼をですね、ゴールデンウィーク以降ボランティアさんの数が減っているということで NHK のスタッフの方、もちろん民放さんにも協力いただいていろいろなところで取り上げていただいた結果ですね、一時期1日60名まで減少していましたボランティアが今1日平均120名まで回復してきています。やはり取り上げていただければそれだけ反響も大きいということが数字に如実に表れてきておりますので、今後ともご協力いただければと思います。ありがとうございます。で私自身ですね、実は今回ボランティアのコーディネーター、ボランティアセンターのスタッフという形で活動させていただくのは、阪神の時の、16年前以来2回目ということになります。16年前学生という立場ではあったんですけども、長田区の方で、活動しておりまして、当時のピースボートさん、辻本さんと一緒にですね、夜遅くまで会議をしながら、個人ボランティアの受け入れもしつつ NPO の連携もしつつということで、長田ボランティアルームという一つのボランティアセンターの走りのような形の運営をしておりました。で今回その絡みもありまして、南三陸町災害ボランティアセンターの運営ということでスタッフとして加わらさせていただいています。でその立場から問題点を大きく2つ指摘させていただきたいと思います。一つはですね、個人ボランティア、特に個人ボランティアでありながらコーディネーターであるというところの問題が1点、もう一つはそれにちょっと絡むんですけども、事業に対する助成の仕組みあるいはそのやり方についての問題の2点です。でまず1点目のその個人ボランティアという部分なんですけども、南三陸町では先ほど猪俣課長から説明がありました通り、JHP 学校を作る会と、あと近畿ブロックからの社協の支援と、あと横に座ってますけども園田君という形で個人ボランティアで、私も今後個人ボランティアになるのかなと思ってるんですけども、という形でボランティアセンターの運営をしております。でその他にもですね、ここには来ておりませんけども、ボランティアセンターを支えてくれるその、いわゆるキーマン的な存在として、個人ボランティアさん、あえてスーパーマンという言い方をさせていただきますけども、スーパーマンが関与しておりまして、残念ながらそこには NPO の代表の方であるとかコーディネーターという方はほとんどおりません。で、そのですね、なぜいないかという問題はちょっと別途考える必要があるんですけども、ここではそこをちょっと置いとかさせていただきまして、その個人のスーパーマンに、南三陸町のボランティアセンターの運営は依存しています。その状況でですね、震災から2ヶ月以上が経ち、隣の園田君に至ったですね、3月13日から自衛隊より早く活動しているというところもあってですね、個人の、力、担当職に言ってしまえば個人の財力で、運営を続けていくところに完全に限界が来ています。で、ボランティアよくですね、できる範囲でできる範囲のことをやるということを言っていますけども、今回の震災の範囲はできる範囲でやることを超えていると思っています。で、その中で日々どうにかボランティアセンターの運営を続け、南三陸町に至ってはボランティアセンターは雇用の創造までも始めていますけども、その段階の運営を続けていられるのは、これは完全に個人のスーパーマンに依存しています。で彼らができる範囲を超えましたというところで、言い方悪いけどもポンと抜けられてしまいますと、気づいたものはまた一からやり直しで、どうしてもシステムの、話であるとかといったところが最近多いですから、システムとして引き継ぎ云々という話がありますけども、人間の心と人間関係は絶対に引き継げないと。でこれを失うことが、南三陸町のボランティアセンターだけではなくて町にとっても大きな損失になっていきます。ここをどう支えていくのかということが一つ大きなポイントになってくると思います。で、そういったところをですね、 NPO の方々も、当然資金力は個人なんかよりも全然ありますから、そういったところをサポートしていただける NPO 団体の方がちらちら出始めているのは聞いていますけども、やはり今でもですね、いろいろなサイトを見させていただくと、NPO 団体さんの中ではコーディネーターを公募していたりするんですけども、まず公募する前に現場に来ていただいて、こいつうちの看板つけさせて活動させられないかなといったことを機動的にどんどんやっていけばいいと思ってるんですね。で NPO はやっぱり宣伝していかないと資金が集まらないのは事実なので、どんどんそういった個人を宣伝として使っていくということを真剣に考えてみてほしいと思っています。そういったそのですね、個人のボランティアでありながらコーディネーターとして町のキーパーソンになっている人間をどう支えていくのかという問題が1点で、もう1つが、そこにちょっと絡むんですが、事業に対する助成ですね。でそういった、個人のボランティアが、何人か集まって、現地で集団を作って、これからボランティア団体、あるいはその場限りでもいいからボランティア団体として活動していくということを始めている人たちもいますけども、それらに対する、助成ですね。で事業としてそれをやっていくというと、これから何をやりますみたいな形で助成をしていく形になると、プレゼンをして今後こういうことをしていきたいんです、それに出してくださいっていう話になるんですけども、実は現場では今こういうことをやってて、今これを継続するためのお金が足りないんですっていう形の、ヘルプというのもいっぱい上がっています。ところがこれからどうするんですかっていうところには投資行きやすいんですけども、今維持したいだけなんです、今を維持しないとこれから先の絵も描けないんですっていう、その今に対してどう助成していくのかというところを、なかなか、いろいろ助成の情報とかを集めていても、その今を支えるというところが見えてこないと、ここをどう助成していくのか、これからではなくてとりあえずの今というところを、そこをどう支えていくのかというところの取り組みを、考えていただきたいという大きく2点です。はい、ありがとうございました。切実な願いですがどうでしょうか。支援する側はどうでしょうか。ご意見、ご提案あればぜひお願いしたいと思いますけども。はい、お願いします。先ほどもマイクを握らさせていただきました仙台宮城日本センターの渡辺でございます。今のご提案というかご要望に関して直接のボールの返すことではないのかもしれませんが、私ども仙台宮城 NPO センターの方が事務局となって今財団を作り始めました。地域社会創造、地域創造基金宮城かなっていう名前で、将来的に数ヶ月以内に立ち上げ、来月以内に立ち上げて、3ヶ月程度で公益認定を受けて、今言っていただいたような方々に対する助成であったりとか、そういうのをファンドとして運用してまいりたいと思っております。おっしゃる通り個人のスーパーマンに依存しているところって大変多いかと思いますが、どうしても制度的な、いろんなところが出しているファンドであったり助成金というのは組織であったりとかこれからというものを出しやすいものかと思っています。ただ我々が目指そうとして一つ作りたいと思っているのは、個人その方がやりたいということに対してお金を出すという仕組みをできれば作ってまいりたいと思って今作っています。ただ今まさにお金をくれと言ってもこっちもその金がまだないというところなんですけども、言ってる意味は非常によく分かり、その部分を皆様と一緒に大きな流れにしながら、そういう現地で頑張っている方にまずは生きれるような仕事としてやれるようなことをやりながら、その次っていうところも一緒に私どもと歩んでいただければなというふうに思っております。以上です。はい、その他ございますか。今回は赤い花の中央共同募金会が、ボランティア活動に対する助成金を集められておりまして、5人以上のグループでしたらば、お金が出るということもご存知ですよね。そこに人件費もちゃんとつくことができると、そういうところをいろいろ探していただくということだとか、から今日そうした、やっぱアピールをどんどんしていただいてですね、今後もそうした活動が必要なんだということをもうできるだけ訴えて、多くの方に訴えていただくということしかもう方法ないと思いますけども、今日交流会出られますかね。交流会出たらあれですよ、個人的にいろんなお話がもしあるかもしれませんし、そういうことでちゃんとした方々としっかりと連携していくということでしかないと思いますし、それから、猪俣さんあたりはどうですかね。そういう資金面に関しましてのご提案とかそういうものはございますかね。今社協自身が大変でございますからなかなか難しいと思いますけども。今おっしゃられた通りなんですけれども、いろんな例えば共同募金云々で回せるものは少しでも回したいなとは思ってるんですけど、いかんせん社協自体が全く体力がない状態に陥ってますので、その辺でなんとかですね、いろんな情報を集めている今、最中でございます。はい、安倍さんなんかいろんな団体を受けられてますけども、そのお金ってことに関してはどうなんですか。お金に関しては社会福祉協議会で今お話しいただいた中央共同募金会、それから三菱商事さんの助成金であったり、日本財団さんの助成金であったり、当てられるものはかなりありますが、ただ、今おっしゃっていただいたように、今後、先のこういうものをしたいからお金をくださいなので、今、現実的に個人の方が体質的にお金を目先でもう今必要なものに対して助成ができていないのが今おっしゃっていただいた現状なんですよ。だからその部分においては、今、栗田さんもおっしゃったように、中央共同募金会の助成云々をもしくは県共募の助成なりを社協が受けて、社協のそのスーパーボランティアさんたち、スーパーマンさんたちの活動資金源にできれば一番いいのかなとは思いますけれども、うちの方としてもそういった今おっしゃっていただいたスーパーマンたちがかなり石巻にはいらっしゃいますので、その方々の動きっていうのも支援できるのも社協しかないとは思いますので、今後のその取り組みっていう点では非常にキーマンになる方ですし、社協としてのそのパイプ役としての担う役割っていうんですか、そこはそういうところに発揮されるべきではないかと思います。はい、ありがとうございます。最初にお願いしました通り、内閣府のですね、男女共同参画局、女性や子育てのニーズを踏まえた災害対応についてというようなペーパーが中に入っておりまして、でその裏側にもなんかこれは女性のことなんですけども、女性の就労等のための支援情報なんかも入ってますが、今の問題ももしお答えできる部分があれば、内閣官房の藤井さんにも補足していただきながら、まずは内閣区の大山さん、資料のご説明と今のご対応でもし何かあればですね、国の方の施策を教えていただきたいと思いますが。現在はですね、政府の現地対策本部の方にですね、内閣府の男女共同参画局の方からですね、派遣をされております大山と申します。よろしくお願いいたします。まず支援につきましてはですね、ちょっと私担当ではないので、ちょっと取りまとめの方をしたものはちょっと担当しておりませんので、ちょっと本日のご説明はちょっと失礼させていただければと思います。で資料の方を説明させていただきたいと思いますけれども、配布していただきました資料にですね、2枚ものの両面の4ページのものがございますので、資料について説明させていただきます。内閣府の男女共同参画局におきましては、東日本大震災に関しまして、女性や子育て家庭にとってですね、避難所等での避難生活を少しでも安心安全なものとし、被災者の肉体的精神的な負担を和らげられますようにですね、女性や子育てのニーズを踏まえた災害対策についてを取りまとめまして、避難所等でですね、お配りをしております壁新聞ですとか地方の新聞ですとかを活用してですね、周知を図っておりまして、合わせてですね、収集した情報などをもとにですね、有料の事例なども先ほどの壁新聞や地方紙、それからホームページなどを活用してですね、周知していっているところでございます。また関係機関にご依頼をしましてですね、これを広く周知していただくようにもお願いしているところでございます。それは簡単なものをですね、概要を簡単なものを1枚ものにしましたので、一つ一つ説明をさせていただきますが、ご覧になっていただければと思います。またですね、避難所等で生活する女性は多様な悩みを抱えておりまして、女性に対して相談したい悩みも多いことから、相談窓口につきましてもですね、先ほどの周知を使いまして、2枚目で示させていただきますようにですね、相談窓口なども周知しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。また3枚目でございますけれども、阪神大震災などにおけますですね、女性の視点ということで、事例なども収集をしておりまして、例えば復興住宅の運営などにおきましてもですね、例えば仮設住宅を建設する際にですね、仮設住宅ができましたところ、台所にガスとかシンクしかなくてですね、真夏中が置くスペースが全くなかったというような事例もございまして、その際に女性などの意見が取り入れまして、作り直しをしたというようなこともございます。またですね、コミュニティの問題でございますけれども、敷地の中にですね、人々が集まれるような場所を作ることで、住民が集いですね、気軽に腹立ちするようなコミュニティ形成支援につながったなどという事例もございます。例えば阪神大震災におきましてはですね、震災自体では女性の方が1000名ぐらい死亡された方が多いというふうに聞いておりますけれども、その後仮設に移った後はですね、その男性の孤独死などが目立ったということでですね、そういう意味では先ほどのコミュニティなどが大変重要になってきますので、ぜひともこういう事例なども参考にしていただければと思います。また最後ですね、一番最後には、すみません、ご説明ができなくて申し訳ないんですけれども、女性の就労等のための支援情報一覧、これ女性だけではないんですけれども、こういうもの一覧にまとめましたので、この後新しい公共事業についてご説明いただけると思うんですけれども、ご活用いただければと思います。なお、こういった取り組みにつきましてはですね、男女共同参画局のですね、ホームページの中にですね、災害対応ということでまとめてございますので、ぜひご参考にしていただければと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。最初にご指摘いただいた田畑さんもですね、おばちゃんたちが古着を切り刻んでパッチワークをしたりというようなことがビジネスならないかと、非常にいいアイデアですので、こうしたやっぱり雇用とか現金収入が多少あるとかっていう仕組みを作っていくっていうのも非常に NPO としてやりがいがあるんじゃないかなというふうに思いますが、しかしそういうことも含めて、どんなそれに対しての支援があるんだろうかということに対しては、まだまだその情報不足のところもあったり、それからそういう内職のレベルじゃなくて、やっぱり本当に職に悩んでいらっしゃる方が何万人といらっしゃるということですから、この問題どうするんだということがあります。で、今日資料として配布していただきました政府広報の事業再建ハンドブックにですね、詳しいことが書かれているようですけれども、藤井さん、そのあたりちょっと補足してご説明いただけますでしょうか。じゃあ、隣に内閣官房から、藤井参事官も来ておりますが、ちょっとかいつまんで経過だけ私の方で政府の今やってるちょっと取り組みを概要だけちょっと説明して移りたいと思います。政府の方ではですね、NGO、NPO、それから、ボランティア活動の現場の発想を生かしていこうということで、一つはかつていろんな震災で、手配りで、私らもやりましたが、新聞を配ったり、それからネット環境悪いので、そんなネットで見てくれなんて言うてもあかんっていう地域も余計出てきますんで、避難所に壁新聞を貼ろうということで、いつもは大体ボランティア団体がやってる壁新聞、政府もやろうということで、それが先ほどから出てる壁新聞というのはこの倍の大きさで貼ってます。でこれ内閣官房の官邸のですねホームページから見ていただいたら分かるんですが、ちょっと避難所貼ってても目立ちにくかったり細かかったりして、まだまだ改善しなきゃいけないんですけど、皆さんが活動に取り組んでいただいたり、被災者の皆さんからの質問を受けた時には大体ですね答えられるように網羅されてると思います。ですからこれちょっとこういうのもボランティアの発想から来ました。それからもう一つがですね、今栗田さんのお話にあったキャッシュフォーワークです。いろんな途上国の支援なんかでも私たちやりますが、被災された人、困ってる人が自ら日当などで、仕事をしていくという発想でできたのが、これ見ていただきますと、これね、生活支援ハンドブックでなってて、裏ペチョッとひっくり返してくれたら事業支援ハンドブックになってます。生活支援の方の開けていただいて、ページの、8ページ。これもNGO 的発想から出てきてる、日本は仕事、一つ仕事プロジェクトで、このですね、雇用創造のための事業を拡充しますというところ、2つ丸あります。その下見てください。被災された方々を都道府県また市町村が臨時職員などして直接雇用し、この後です、または企業 NPO などに委託して以下のような事業って出てますけれども、以下のような事業はどんどん広げていただいて結構なんです。で、この NPO に委託してというところも、NPO などって書いてあるわけ、など。ここがミソなんですよ。いい企画があれば、市町村から県から委託、を受けて、どんどん仕事を作っていただきたいという意図で、500億円予算をつけました。ですから、避難所のパトロールとかいろいろ書いてありますけれども、それ以外にもですね、いろんな仕事を生み出していただいて、最寄りの被災地の市町村とか、県と話し合っていただく、それをご活用いただくということは、できる趣旨で作っておりますというようなことがこう入っております。それちょっと後で藤井参事官から他の面も、ちょっと説明していただきますが、これは言ってみれば NGO、NPO 発想、被災した本当のこのなんていうのかな、こう、個人に着目して何が必要かという発想から政府も施策を作りました。それからもう一つ、申し上げたいことがありまして、今の取り組みですが、皆さんあれですね、個人ボランティア全国から個人ですよ、個人も含めてたくさん来た方がええなと思う人ですか。ありがとうございます。最初ね、政府も呼びかけるかどうかいうときに、個人がわーっと行ったら、なんかボランティアセンターも混乱するし、なんか怪しい、政府もどういうような対応がええねやろって、行きつ戻りつ、口戻りつ、ものすごくしてたんですよね。で、それぞれ、やっぱり、地域の事情もあるし、宿泊の問題もあるし、それからその地元の文化とか、風土も違いますんでね、というのもありました。ただ、今後末長くやはりですね、いろんな段階があると思う。まだ復旧で復興まで行ってへんと、泥出しでもう精一杯やないかっていう地域もあれば、仮設があって高齢者や心のケアやっていうのも方々もいらっしゃれば、仕事作りが必要で、で最終的には地元の NPO、NGO などですね、やっぱりまちづくりであったり粘り強いケアが必要で、そこをどう支援していくか、そういうことを全部見通しながら私たちも活動を政府ではしていきたいと思っています。そんな中で当面ですね、やっぱりもっと先ほどのちょっと話が風化してしまう阪神・淡路の時もそうだったんですよ。もう3ヶ月4ヶ月半年だったらまだ現場はこんな大変やのに、全然もうどうなってんねんってこうね、私らもイライラしながら支援してきました。そんなことで、ただ一方全国には応援に行きたいけれどもどうやって行けばいいかわからんとか、アクセスのする道がないとか、それから割とブラブラしてる段階の世代の人たちもようけいて、行きたいけど体力的に大丈夫かな、いっぱい問い合わせいた。それで今はですね、みんなが行きやすくするために観光庁なんかとも相談しまして、ボランティアバスというか旅行業界にも協力いただいて、全国にネットワークがありますから、そういうところでもなんとか団体でというかですね、個人の集まりで送っていただけるようなことができないか、これ県社協の皆さんと今相談中でございます。それを観光庁なんかも協力して政府ともやっていくとか、それからあと高速道路は無料になりました。それから JR も帰りは半額と。航空業界とかそういうところに来ていただく方ができるだけ来やすくなるような働きかけも政府の方で引き続き今やっております。それからさらにはですね、学生の皆さんが来やすいように単位にしてほしいということを文科省から呼びかけたり、あと公務員も行こうと、国家公務員も行こうということでですね、ボランティア休暇を5日のところ7日に、今回に限り、人事院に変えてもろてですね、行きやすくしたり、それから企業の皆さんへのボランティア休暇を促進してもらえるように政府からも経済界に呼びかけていって、末永く、みんなが行きやすいような環境づくり、これは私たちやっていきたいなと思っておりますので、またその受け手として皆さんとご相談させていただきたいんです。どういうようにそのアピールをしていって、どういうニーズでどうしていくかということはマッチングさせながら人を送らないといけないと思ってますので、そういうことをやっていきたいと思ってます。で、最後にNPO の支援ということで、今日同じ時間に国会で大きな集会をやってます。でこれは NPO の寄付税制を、NPO 法改正と、それから税額控除を受けられるように、これは、ちょっと政府というか国会マターで超党派でですね、なんとか今国会で成立させて末長く支援していくような団体が資金集めをしやすい制度に変えていくということも合わせて、いきたいと思います。で、藤井参事官の言うことも私だいぶ言ったんだけれども、ちょっと紹介しておきますので、内閣官房の震災ボランティア連携室に、電話いただいていろいろご要望とかお問い合わせがあったら、この方が受けますんで、藤井さんです。どうぞ。石巻でもらったですね、ミサンガをずっと、ミサンガやったっけ、ずっとつけてですね、頑張ってます。どうぞ。すいません、ご紹介いただきました、内閣官房の藤井と申します。今日は貴重な会にお招きいただきましてありがとうございます。ちょっと時間が超過していますが、ちょっと特に支援の話は皆さん大変重要なことだとお考えだと思いますので、ちょっと今補佐官のお話にちょっと補足をいたします。あえて整理をすると、いわゆる NPO に対する支援と、それからいわゆるそのボランティアセンター、社協に対する支援というのは2つあると思っています。それからあとはその先ほど言ったボランティアコーディネーターのような、そういうまさにその人をそこに置くために、その雇用をどうやってお金を出すかということと、あとはその運営そのものに対するお金、だからそういういわゆる切り分けると4つあると思っているわけですけれども、で今、先ほど補佐官が申し上げましたこの仕事プロジェクトというこれに入っているものですけれども、これは対 NPO だと思っていただければいいと思います。でここのお仕事の例というところに残念ながら入ってないんですけれども、でこれは市なり県なり、そういうその地方公共団体の方でですね、こういうNPO さんにまさにボランティアのコーディネートというものをその NPO サイドにお願いをするという、その委託をするという、その委託の事業を仕立てていただいて、その NPO さんの方で、あるいはその NPO に準ずる団体さんの方でその委託された事業をやりますよと、それについての人を雇いますという形を作ると、このお金が出るということになっています。でこれは所管自体は厚生労働省ですので、厚労省の方でホームページなどに詳しくそのあたり出ておりますので、先ほどネットのお話もありましたけど、ぜひ情報をどうしても伝えきれないところがありますので、ご関心がある向きというのはちょっとネットを開いてみてください。役所のサイトは硬くてどうも見にくいというご批判多いんですけど、最近随分反省してちょっと読みやすくしてありますので、ややこしければ総理官邸のホームページからも全部入れるようにしてあります。それで今 NPO の方を申し上げましたけれども、もう一つ社協ボランティアセンターの方ですけれども、これはその社協に対する補助金というのを、これはまた厚生労働省さんの方で今回一時補正でつけておられます。ちょっとこれ名前が硬いんですけど読みますと、セーフティーネット支援対策等事業費補助金、セーフティーネット支援対策等事業費補助金というものを厚生労働省さんで立てておられて、この中でボランティアコーディネーターの方を雇うということも中身に含めていいですということを通知を厚生労働省さん先日出していただいておりますということなので、社協さんの方はこちらのお金を使ってまさにストレートに雇うと。でこれは実はもともと県社協3県の県社協さんから辻元補佐官の方にもそういうお金なんとかならないだろうかというご要望をいただいて、私どもの方でどのぐらいじゃあニーズがあるんでしょうかということでお戻しをして、人数も具体的にもう一度いただいております。3県でいただいた数だけ単純に勘定すると450人ぐらい全ての社協で、市町の社協でそういう数があったかと思いますけれども、それぞれだと思いますが、ぜひそういうものをお使いいただきたいということ、せっかく一時補正積んで厚労さんも頑張っておられますので、ぜひそのあたりを活用いただきたいと思っています。それがいわゆる法人の団体の区分けなんですけれども、あと運営に対するお金と雇用に対するお金ということですが、雇用というのは今申し上げた話なんですね。で運営の方についてはNPO さんについて、先ほど栗田さんからお話があった赤い羽であるとか、あとは日本財団であるとか、そういう民間の団体が、あるいは JPF さんなんかも代表例だと思いますけれども、が NPO ないし NPO に準ずる団体でもいいと、それぞれ5人以上とか、なんか条件が3年以上動いてらっしゃるとか条件がありますけれども、それは本当にたくさんありますので、少なくともそういうものを、今のは代表例だと思いますが、これはネットで探していただくと必ず見つかります。ですからNPO さん、ぜひこれを積極的にトライをしていただいて、でこれはやはり条件が民間ベースだということで、やはり非常に柔軟にできていると私ども見てても思いますので、かなりお金としても額として100万300万こうまとまったお金で出してくださっているところが多いございますので、ぜひこちらをご活用いただければと思います。で公的に何もしてないわけではなくて、これは新しい公共というそういうコンセプトでですね、補助金というものを内閣府の方で立てております。でこれはその新しい公共のモデル事業になるようなものということで県を通じてお出しすることになってますので、これも3県で2億ばかりのお金を積んでますから、お金は出ます。ですからこちらをトライしていただくのも一案だと思っております。であとその社協の方の運営の話、これは厚労省さんの方の話になってしまうので、ちょっとボランティアだけということでちょっと私の方からお話はできないところでありますけれども、社協さんが今回の震災で特にその先ほどご指摘があったような、いわゆる介護事業というのが非常にこう縮小してしまったがゆえに、その収入が非常に激減して非常に苦労されておられた話はたくさん入っておりますので、この辺りをまず社協の運営どうするかという観点で厚労省さんの方でまたいろいろと考えておられるということかと思います。であと1分だけすみません。今日特に前半のお話の中でボランティアの方々まだ少ない、特にゴールデンウィーク以降少なくなっていると。でぜひ来ていただきたいと。でまたそのニーズも多様化しているというお話、具体的に安倍さん、猪俣さん皆様からいただいて、まさにそういうことをきちんと受け止めてやっていきたいと思っております。で数字でいうとゴールデンウィーク前、ゴールデンウィーク期間、ゴールデンウィーク後というのをこう見ますと、ゴールデンウィーク期間で1日あたり8100人ぐらいでございました。統計を社協さんの方、全社協さんの方で取った数字を見ると、それが今5月9日以降5月19日までがだいたい1日4700人ぐらいということで、これはゴールデンウィーク前よりは多いですけれども、だいたい4月ぐらいの水準になってきているということなので、ただこれからまさにこのニーズが出てくるということなので、それをきちんと賄えるようにしたいというふうに、そのためにいろいろと生きやすくするというための算段、あるいは先ほど補佐官が申し上げたような呼びかけをしていきたいと思ってますが、その時にこれは全社協さんともずっと話をしておりますので、お聞きのところもあると思いますけれども、結局どこに行けるのか、何ができるのか、どうやって行けるのかということをやはりこう広くなるべく知らせていかなければいけないと思ってまして、その一番のそのツールの元になってますのが全社協さんのホームページに載っている各市のですね、市町の社協さんのそれぞれのボランティアセンターの募集状況というこれホームページで日々更新をされてます。でこれが官邸のホームページからこれを見なさいと。でこれを見るとどこそこでこういう募集をしてますよっていうことになってるわけですけど、でここのところをずっとゴールデンウィークの前ぐらいからなるべく消極的に書かないで、なるべく積極的に書いてくださいということを申し上げて、ゴールデンウィークも乗り切ったもんですから、かなりそこのところが積極的になってきていただいているわけですけど、例えばこれ見ていただくとちょっと遠くてあれですけど、赤い字で書いておられるところもあるんですね。でそれは中身を見ると、例えばボランティアバス募集、ボランティアバスを走らせてますと。でそういうことなんで、ぜひこれに乗ってきてくださいっていうことも書いておられるわけです。で例えばさっき私が支援の話で申しましたけども、ボランティアバスを走らせる、その地元へですねボランティアを呼んでくるために、これを例えば市とご相談になって、町とご相談になって、そういう事業を立てられて、でそういうものに対してそれをじゃあバスの運転手さん雇わなきゃいけませんねと言ったら、その事業に対してじゃあお金を出すとか、そういう工夫っていうのもあると思うんですね。バスを運行するにはお金がいりますから、そういうことも含めてさっきのお金を活用していただいた上で、例えばそういう足がどうなるかということもすごく問題だろうと思っております。でちょっと個別で申し訳ないんですけど、例えば南三陸町さんの方々というのは県内外を問わずボランティアの方々の受付を行っています。ブログでご確認の事前に電話でご連絡くださいと書いてらっしゃるんですけど、これは読んだ感じで言うと、真ん中よりちょっと上ぐらい、つまりこれやっぱり競争ってのは失礼ですけど、やっぱりいけるのかどうなのかなと思うところで、やっぱりぜひ来てねっていう感じになってるかどうかっていうのは非常に大きいことだと思っております。でついでに井上さんのところだけど申し訳ないので、勝手にもう一言だけ申し上げますと、例えば安倍さんのところの石巻は非常にたくさん入ってると思いますけど、例えばバス、仙台からのバスというのはですね今運営しておられますけど、土日は石巻市の駅で泊まってしまって専修大学には行かないという運行形態になってるんですね。でこれはやっぱりもうあんまり来てもらったら困るのかなという感じもするんですけど、ただ現実で学生さんももう学校が始まってしまって、ただ土日には動けるよという人もいらっしゃるとすれば、土日も溢れ返るようでないんであれば、やっぱりあそこで15分間その駅から専修大学までどうやって行ったらいいんだろうというのは、私も自分でよくわからない、実際行った感じで言えば出張で行く分にはいいですけども、そういうところで結構遠くから行く人っていうのはやはりどうやって行ったらいいんだろうというところで、かなりそこで止まってしまう方も多いんじゃないかなという感じが、例えば東京からの目で見るとしております。で当然先ほどのツアーであるとかいろいろ作りたいと思っているわけですけど、ぜひそういう先ほど補佐官の呼びかけに対して個人ボランティアで来てもらってもいいという人があれだけおられたという感じでしたので、そういう方々に対する呼びかけという意味でぜひ受け皿の方でもそういう積極的に呼ぶんだよと、そのための交通というのも頑張って準備してますと、あれこうすればいけますと、そういうことをぜひ発信をしていただいて、そこのところをうまくコラボレートできるようにしたいというふうにしていただければ大変ありがたいと思っております。いずれにしても私も全力を挙げてボランティアを送ること、さらには活動が多様化することというのを後ろからお支えしていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。最後補佐官から指示がありまして、ちゃんと電話番号言えというご指示がありましたので、私がいないときには必ず私の他の人間が対応いたしますので、本当に何か分からなければご連絡をください。あるいはこういう事業を作ろうとしてるんだけどここで錯誤してるんだということを具体的に教えてください。それがあるとそこをなんとかしようということで、また私ども中で政府の中で話ができますので、よろしくお願いしたいと思います。番号が03-3581-4550 でございます。内閣官房の震災ボランティア連携室、はい、03-3581-4550 でございます。ということでよろしくお願いをしたいと思います。ちょっと時間が超過して失礼いたしました。はい、ありがとうございました。私の進行が悪くってですね、もうかなり15分ぐらいオーバーしますが、もしこの後交流会お残りいただけない方で、これだけは言っておきたいという方ございますでしょうか。はい、どうぞ。信州大谷派仙台仏教青年会の会長をしています佐々木と言います。信州大谷派の若手の僧侶でボランティア活動をしております。岩手、宮城、福島の若手の僧侶で動いておるんですが、みんな被災者でなかなか思うようなボランティア活動もできないんですが、僕たちできることなんだろうって考えたときに、震災で家がなくなった子どもたち、家族が亡くなった子どもたちの笑顔をどうやったら取り戻せるかなっていうことを考えて、子どもの笑顔がこの東北の未来を作っていくんじゃないのかなっていう思いがあって、避難所を回って子どもたちをお風呂に入れる活動をしています。で子どもたちと一緒に腕輪年中を作ったり、絵本を読んだりで子どもたちをお風呂に入れたりする活動をしているんですが、子どもたちがすごい苦しんでいて、で避難所で生活するストレスもあって、親御さんたちはどうしてもそのストレスを子どもに向けている姿を見るとちょっと悲しくなったりして、で僕たちもボランティア、震災ボランティアなんてやるのは初めてで、何をやっていいかわからないです。で避難所を回りながら子どもたちとお話しながら、避難所の方たちと話しながらどういう活動ができるかな、日々悩みながら活動しています。でこれからはお風呂っていう活動もなかなか少なくなっていくと思うんです。仮設住宅に入り始めたらお風呂も必要なくなっていくだろうし、仮設住宅に入り始めてからもやっぱり子どもたちとも避難所の人たちともつながっていきたいし、どういう活動ができるのかな、全くわからない中で今活動しています。でも避難所によってニーズはいろいろ違うし、やっぱり避難所の方々の声を聞きながら僕たち一人一人が考えていくしかないのかなっていうふうに今思っています。で僕は福島から来てるんです。先ほどちょっとちらっと福島の話が出たので、どうしても言いたくなって、政府の方もいらっしゃいますし、少しだけお聞きしたいことがあります。原発の関係があって、僕の町にもいろんな方々が避難してきていらっしゃいます。僕の町はこの政府がコンパスで書いた30キロ圏内っていうところには入ってないので、この30キロ圏内の方々が僕の町に避難してきてるんですけど、僕がずっと疑問に思っているのは、放射線の値が僕の町の10分の1の人たちが放射線の10倍の僕の町に避難してきているっていう現実がちょっと僕の中では理解できません。で、僕のお寺では幼稚園もやってて子どもたちがいるんですが、今外に子どもたちを出して遊ぶことができません。で、政府の方にお願いしたいのは、福島の子どもたち、空気を吸うこともためらうような状況で生活している子どもたちがいます。本当に思いっきり空気を吸わしてやりたいな、外で目いっぱい遊ばしてやりたいなと思うんですが、それすらできない状況にあります。ですからこれから夏休みとかになって、なんか子どもたちが目いっぱい大自然の中で遊べるような、なんかプロジェクトを国が作ってくれたらありがたいなっていうか、福島で遊べない、外に出れない子どもたちをどっかに国のお金で連れてってくれて、夏休み開放してくれる施設もあって、なんかそういう子どもたちを遊ばせる、福島の子どもたちを元気にしてくれるような、なんかプロジェクトを作ってくれないかなっていうふうに思います。以上です。じゃあ最後でよろしいですか。はい、最後の方、じゃあ一言だけすみません。すみません、最後に、私も福島から参りまして、福島の NPO 法人、元気になろう福島の本田と申します。今おっしゃったように、福島、今子どもたちが大変な状況です。今日は現地会議宮城ということで、今後福島でもやっていただけると思うんですが、今おっしゃったように、今福島の子どもたちが本当に大変な状況です。杉本さんの、社民党の福島さんも、今週の月曜日の報道、皆さんご覧になっていただいたかと思うんですが、福島の、お母さんたち、本当に悲鳴を上げています。本当にこれでいいので、先ほどもおっしゃったように、我々としては今の夏休みに10日でも1週間2週間でも福島を離れるという活動を今、してまして、いろんなところから、受け入れ先を今、声をかけてます。私が先週の土曜日に自分のソーシャル、いろんなメーリングリストで発信しましたら、本当に全国の方から、いろんな方から、今日もですね、受け入れしますということをいただいております。デトックスということで、1日でも2日でも福島から離れることによって、体内洗浄が可能ですので、まず直近の、夏休みにぜひ子どもたちを、集団で、1週間10日でも1ヶ月いければ一番いいんですが、北海道からもですね、実はかなりのプロジェクトがあるということで、月単位で受け入れますということもいろいろあります。で、費用も皆さん、受け入れ先を持ちて、遠くは沖縄、ハワイ、いろんなところから、話がございます。やはり先ほどのボランティアの方がおっしゃってたように、ちょっと遠い話も必要だと思うんですが、やっぱり直近で今現在、今目先で何をしなくちゃいけないかということをやはり考えると、福島はやはり放射能です。子どもたちです。将来を背負う、我々の日本を背負う子どもたちが今本当に大変な状況です。こういう場で、ちょっとお時間いただいて申し訳ないんですが、福島の現状をちょっと皆様に理解していただいて、はい、と思いました。はい、どうもありがとうございます。佐々木さん、ぜひ名刺交換していただいてですね、なんかいいプロジェクトを組んでいけるように。で国にお願いするというよりは、私たち一人一人の問題としてしっかり捉えていかなきゃいけない課題が大変たくさんあると思いますから、できることをしっかりとやっていこうということも私たちの役割じゃないかということを感じました。大変私の進行で、もう25分もオーバーしますが、今日せっかくお集まりいただきましたので、改めてですね、まとめじゃありませんが、JCN の参加団体、500団体超えてますが、そういう方々に、こんなようなご報告をしようと思ってます。一つは、改めて被災地が広域であるということ。でその広域であるがゆえにもう被災地によって状況はもう大きく異なるということですね。でしかしそのボランティアはまだまだ必要であると、それでもって支援がいらないなんてありえないということが一つ。それから復興というのはやっぱり長期にわたるものであるということですね。この長期戦を確保しなきゃいけないということで、その外部から入ってくる団体に特に注意しなきゃいけないのはやっぱり地元が主体であるということ。で外部の団体はですね、地元と向き合って、地元の団体と連携して、その信頼関係を作っていく努力をしていかなきゃいけないと。で、その延長線上としてのメニューの問題、質の問題、今日十分にお話ができませんでしたが、暮らしの支援とか雇用ということも含めて、ボランティア NPO、NGO ができることを、引き続きみんなで知恵を出し合おうというようなことをまとめとさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。それではですね、最後になりますが、最後のご挨拶として、山崎美紀子から再度ご挨拶をして閉会としていきたいと思います。本当に皆様、貴重なご意見をいただきまして大変ありがとうございました。今栗田がまとめましたように、私どもは長期にわたるこの災害支援に関しましてできる限りのことをやってまいりたいと決意しているところでございます。最初のホームページを開けていただきますと、私ども東日本大震災の災害支援ネットワークの決意をそこに述べさせていただいておりますので、ご覧いただければと思います。さて、ちょっと一つだけ気になりましたのは、今最後に避難所の話と子どものことが出てまいりました。非常に深刻な事態だと思います。で避難所が実はいろいろ回りますとやはり気になります。というのはやはりノロウイルスが出てしまった避難所もあります。それから病気が出てしまっている避難所もあります。それから障害のある方を、それ言っていいのか分かりませんが、隔離してらっしゃる避難所もあります。そしてそこで実はニーズをつかまえるってことが実は非常に必要ではないかと思います。でそこでニーズを掘り起こしてあの方この方必要だなっていうふうになりますと、その先の仮設に行ってからの支援の計画といいますか、ニーズの掘り起こしと発見と気づきがないと見守りやサービスにつながりませんので、ぜひ当事者の方々がお声を出していただきたいと思います。いただけない、あるいはなかなか潜在化してしまうというあたりのところにどのように入っていったらいいのかということが課題としてあるのではないかと思いますが、例が悪いんですけれども、東京では今福島の皆様方を赤坂プリンスがもう閉店するということで、あそこを開けていただきまして、そしてそこに支援を受けさせていただいております。昨日私そこに行ってたんですけれども、キッズルームといいますか、子どもさんを遊ぶための NPO が入りまして、子どもの遊びルームができています。子どもたちは本当に弾けるがごとくにそこで子どもたちが遊んでいる様子が目に焼き付きました。そしてそこにはさまざまないろんな課題はありますが、生活支援ニュースとか、それから就労支援とか専門職とか、それからプログラムとか、いろんなものがその避難所に入っておりまして、そしてちょっといろいろご不便もあるところもたくさんあるんですけれども、いろんな団体が寄ってたかってそこに入りつつありますが、まだ不十分です。でそんなふうに避難所の支援のところにもうちょっと厚みがあってもいいのかなという気がいたしまして、あるお寺さんに伺って、そこは避難所なんですけれども、僧侶の方に知ってらっしゃるかもしれませんが、慈恩寺というお寺さんにお邪魔したんですけれども、南三陸の先の方に入ったり、それから今の陸前高田の奥の方に入ったりいたしますと、そういう小さな皆さんの支援が行き届かない避難所があります。で、家も全部なくなってしまう、ご家族もなくなってしまうというところで、実は私たちは物理的にコミュニティは失った。しかしここには顔の見える関係の人が避難所の中にはいるということをおっしゃいます。目の見えない方、それからお年が90歳を超えている方、その方たちが同じ避難所の中で支え合って生きておられる。つまり物理的なコミュニティは消えてしまっても、心の中の関係の、コミュニティはそこに十分に生きておられます。私たちはその財産を失ってないということを痛感する次第でございます。支援の中心はやはり人と人とがつながり合って、結び合って、そして地域がそこでもう一度本当に元気を取り戻していくための、私たちは避難所におられる方、そして被災されておられる方、現地を離れてコミュニティから離れてしまった、バラバラになっておられる方、そういう方々のことを念頭に置きながら、私たちの知恵をそこにみんなで寄せ合って、そしておっしゃってくださいましたようなサポートシステムを作っていくことが本当に必要だ。そして地元中心、地元主体の中で私たちのできることをしっかりと探っていく、そのシステムと、それから政府の方もかなりの支援の女性のためのシステムを作っているんですけれども、私たちのところにまだ情報がなかったり、あるいはうまくそれを利用できていなかったりというお話も今の中で分かってまいりました。それらのパイプをやっぱり太くしていくことも私たちのするべき作業ではないかと思います。仕事を作っていくためには、生活の再建と仕事っていうことと地域をもう一度確かなものに作り変えていくのに時間がかかりますが、私たちの寄ってたかっての支援をぜひ継続してまいりたいものだと願っております。本日は本当にありがとうございました。皆様の痛みに十分に寄り添うことのできる会議になったかどうか疑問がございますけれども、ぜひできる限りのことをやってまいりたいと願っておりますので、みんなで力と知恵を出し合ってまいりましょう。本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。長い挨拶ありがとうございました。もうこれで終了でございます。本当に長い間すみませんでした。それでぜひJCN にですね、ご加盟いただいてない団体は加盟していただきまして、参加していただきまして、メールでやり取りが普段できるようになりますので、ご加入お願いします。ホームページから入ることができます。それからこの後交流会のご参加いただく方もですね、全員一旦外へ出ていただきまして、どうでしょうか、20分後ぐらいにお戻りいただけませんでしょうか。で、20分後にお戻りいただくときには、3000円を回収させていただきながら入っていただきますので、そのご準備もお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。